こんにちは、石崎です。本日は今までに引き続き西武、阪神と2022年シーズンに3位だったチームの開幕事情についてお話ししたいなと思います。何度か申し上げていますが、この時期のアピールは最後までわからないところ、特にこの動画を撮影しているのは3月23日ですので、 WBC 直後、 WBC 組が開幕に間に合うかどうかというのはわかりません。でもちろんオープン戦のアピール等でメンバーって変わってくると思うんですが、開幕まで残りわずか、そして1日1本ずつ出してもどうしても1週間ほど時間が必要になってきますので、少し予想という段階でお話をさせていただければなと思います。その中で中日、日ハム、広島、ロッテ、巨人、楽天に引き続き4本目、阪神と西武の開幕スタメン、開幕ローテーション、開幕リリーフ事情について予想してお話ししたいなと思います。まず阪神の先発、投手陣が武器の阪神、開幕当初は怪我人が続出してしまったため、代役の藤波選手の先発や小川選手、桐敷選手らのローテーションでスタートも、中盤以降は青柳選手、伊藤選手、西勇輝選手らで固まった上で、西純也選手、佐伯選手と期待の選手たちが1軍に入ってきました。中堅からベテランに差し掛かるような選手たちが1軍で抜群の安定感を見せた上で、若手も1軍で好投を見せてくる理想的な運用ができていたと思うんですよね。セリーグ全体でイニングを食えるだけではなく、しっかりと試合を作る安定感というところも武器でした。ウィルカーソン、ガンケルの2人の対談、さらに藤波選手の移籍はありましたが、しっかりと下からの突き上げがあるチームです。さらに助っ人の獲得と大竹選手の現役ドラフトの獲得で、人数的にもそこまで大きな変動はなく、2軍で結果を残している選手も控えているという状況でした。ただ23年開幕前、ブライアン・ケラーが少し調整で遅れ、伊藤将司選手が怪我で出遅れという状況で、及川選手や小川選手、桐敷選手、村上選手らの中で、先発的に起用される選手がチャンスがあるというような形でした。ただその中でアピールというところでは、まだ決まってはいないかなと思います。西純也選手、佐伯選手を入れても一枠足りないというスタートで、秋山選手らが競争に入ってくる段階かなと思います。秋山選手を2番手に入れているところですが、で現時点で5人計算、もしくはアピールできている選手で固めることはできているので、そこまで心配はしていないですが、計算外自体はある状況かなと思います。さすがにいきなり森木選手がここに入ってくるというのは難しそうですが、今年も先発自体は熱いですし、伊藤将司選手が戻ってくればもう十分に計算できるローテーション、阪神の大きな武器かなと思います。続いて救援、ここは少し想定外のこともあります。2022年開幕にカイル・ケラーが不振、経験組で期待もあった斉藤幸也選手らが定着することができず、岩崎選手も守護神起用ながら敗戦が目立ちました。ただシーズン中に湯浅選手、浜地選手の大成長でセットアップが固まり、終盤にはケラーも修正してきました。さらに岩佐田選手、梶谷選手と先発同様、若手と中堅以上の融合というのが目立ちました。もちろん9回岩崎選手の敗戦が目立ったことは阪神の大きな課題であり続けますし、今年はある程度起用の入れ替えというところが言われていました。その中で2023年は守護神湯浅選手で想定とのことですが、 WBC 出遅れもありますので、開幕に間に合わない可能性は考えないといけないかなと思います。その中で重要なケラーが少し監督から厳しいコメントもあったり、ビーズリーは出遅れ想定と、後ろが若干不安なスタートかもしれません。ただ岩佐田選手が先発転向から救援に戻ったり、浜地選手、岩崎選手、島本選手、梶谷選手らは開幕から計算できること、ルーキーの富田選手や期待の石井選手が抜群のアピールをしていることもあり、リリーフは他球団と比べてそこまで心配する必要はないかもしれません。当然9回に湯浅選手が戻ってくれば、計算できるメンバー、かつ他球団よりプラスを作れるようなチームです。あくまで湯浅選手、浜地選手らも若手、ケラー、ビーズリー、どちらも戦力にならないとなれば本当に苦しくなる、もしくは負担が増えてしまいますので、やはりこの2人の助っ人は必ず戦力になってほしいなと思うところです。続いて野手、阪神は近本選手、大山選手、佐藤選手とドラフト1位選手がしっかりコアになることができています。その中で助っ人が1人か2人プラスを出せていれば、マルテ、サンズのように20本以上の選手がいて、二遊間の守備を固めることができれば理想的でしたが、21年優勝を逃し、2022年は様々な計算外と助っ人の不振が苦しかったです。その中で助っ人野手が全員退団となり、ノイジー、ミエセスを獲得、そしてドラフト1位で森下選手を獲得しました。さらにトレードで高浜選手、渡辺選手と二塁守備は苦しい右野手を獲得したんですよね。で阪神は両翼の攻撃力課題、
入管の公私課題と抱えていた中で、両翼で森下選手、ノイジー、ミエセスの3人に期待はあり、ショートは小畑選手、2塁で中野選手、3塁で佐藤選手、1塁で大山選手というのがメインの方針で言われていました。当然岡田監督も矢野監督が就任していた時にポジションを動かすことに対してかなり厳しいコメントもありましたが、実際こういうふうに矢野監督も戦いたかったと思うんですよね。ただそれができなかったので仕方なくポジションを動かしていたというところだったと思うんですが、現状岡田監督がその方針をどこまで貫けるか、個人的には結構厳しいのかなと思います。で、中野選手は WBC 出場、そして三塁佐藤選手がすでにオープン戦で5失策と苦しいです。またミエセスもまだ守備的には不安を残している状況。もともと岡田監督の方針に従ってこんなような予想にしていますが、サードノイジー、ライト森下選手、レフト佐藤選手といった可能性もあるのかなと思います。ただ基本的に打順では1近本選手、3ノイジー、4大山選手、5佐藤選手、6森下選手という起用が想定され、中野選手、小畑選手、梅野選手が守備メインでスタメンに入ってくるというような想定です。そして森下選手が苦しくなった時にミエセスといった起用も想定されるのかなと思います。2022年まで見えた長打課題で機動力に振った起用、島田選手らを1番に据えてきましたが、2023年はかなり選択肢も増えてきました。守備的な課題はまだまだ続きそうですし、板山選手らのこれからのアピールというところで入ってくる可能性もあります。原口選手をどうやって使っていくかというところも含めて対戦も変わり、野手は変化が見えるシーズンかなと思います。続いて西武。2022年は頻打に苦しんだ一方、救援投手の整備に成功。三振はなかなか奪えなかったんですが、二遊間の堅い守備力中心にしっかりとアウトを取り、防御率はリーグナンバーワンを記録しました。かつて打撃が強い投手は課題というチームから180度変わり、打撃が本当に苦しい一方、投手と守備が非常に強いチームになっています。もちろん開幕投手は期待もありましたが、オグレディの離脱と失速、そして山川選手以外が打撃で苦しんだこと、チーム全体で盗塁もできず犠打もできないチームで、攻撃力は山川選手が打つか打たないか、そんなチームになっていました。その中でまずは先発。2022年、今井選手、松本選手が離脱もあり、フルシーズン戦えなかったこと、さらに隅田選手、佐藤選手と期待のあった若手左腕が苦しんだ印象もありましたが、新助っ人エンスと与座選手が2桁勝利。イニング的には最後まで苦しんだチームでしたが、大きく試合を壊すことがなく、リリーフに回して、リリーフがそのリードを守りきる、そんな展開で接戦も取ってきました。先発の佐藤選手が救援転向、スミスが退団、平選手が先発転向という形でかなり入れ替えはありました。与座選手が少し登板から遅れたこともありますが、基本的には与座選手も入れてこの7人でローテーションが考えられています。開幕投手高橋光成選手は決定、先発転向で14イニング無失点の平選手、エンスが確定、隅田選手、松本選手、与座選手というところはアピール次第で変わってくる可能性はありますが、現時点ではある程度考えられますし、22年は少し先発不足で苦しみ、シーズン中に先発への配置転換の平井選手が5イニング近辺の登板でも変えることができませんでした。今年はこの7人プラス谷間で渡辺選手という8人メインで回していくことが想像されますが、平選手と隅田選手次第で大きな強みになる可能性もありますし、特に平選手は先発転向抜群の安定感を誇るんじゃないかなと今のオープン戦の内容では期待をしております。続いて救援。2022年からの変更としてはスミスの退団、平選手の先発転向ということもあり、戦力的にはダウンが見込まれます。さらに防御率的には非常に良かったリリーフですが、中盤には少し前半の登板方というところや怪我人の影響もあり、疲労も見えてしまった印象があります。その中で現時点ではこんな形で想定をしております。正直守護神は現段階では固まっていないと言えるでしょう。新助っ人手の子がオープン戦から好投を見せ、終盤で想定、さらに森脇選手、水上選手、本田選手らが勝ちパターンの中心で、オープン戦アピールのルーキー青山選手、そして大曲選手中心にビハインド接戦投手も新しい戦力が出てき始めています。左は久保選手、佐々木選手がまだ2軍の中で、佐藤選手がやや波もありながら151キロを計測したりパワーで押すことができています。2021年、2022年、2023年と毎年リリーフのメンバーは変わってきてるんですよね。その中で今年も期待はあります。ただ松田選手もベテランに入ってきていて、また140キロを下回る実戦登板というところも見えてきています。じっくりという調整で開幕に間に合わない可能性もゼロではないかなと思います。パワー系リリーフがほとんどいないので、救援平選手の穴は大きいですし、先発もそうですが、2022年は上振れしていた感じはありますので、多少下振れする可能性はあるのかなと思います。それでもかつてより総合力が上がってきていることは間違いないでしょう。
続いて野手ですが、こちらは今年もかなり不安なポジション。森選手の移籍、オグレディ・ジャンセン対談の中で野手の助っ人は人数的には変わらずペイトン・マキノンのみ。その他で現役ドラフトで陽川選手の獲得とトレードで佐藤龍世選手の復帰というところだけです。ただ源田選手や殿崎選手の長期契約が決定したことは大きな希望ではあるんですが、正直2022年も攻撃力的にはかなりマイナスだったチームで、助っ人入れ替えがあったとはいえ基本的には戦力ダウンだけなんですよね。ドラフトは野手中心だったとはいえ、それだけでパリーグの中でもマイナスだった得点力改善のためにドラフトや現役ドラフトだけで補うというのは不可能な話なので、なかなか2022年からの攻撃力アップというのは期待できないでしょう。現在源田選手、山川選手が WBC から帰ってきた段階、源田選手が骨折しながらの強行出場で、個人的には源田選手も30歳でいつまで出られるかわからない中、5年契約の1年の1試合と最高峰のチームで優勝を狙える WBC の中の1試合って重みが違うと思うんですよね。5年契約と長期的にプレーしてくれることも決まっていますので、仮に WBC 出場後にレギュラーシーズン休養となっても、まあ、個人的には仕方ないかなと思っていますので、源田選手が WBC で強行出場したということは個人的に違和感はないです。その中で今回は源田選手を一旦外して予想をしております。本来守備的に期待の滝沢選手が打撃で不振、さらに児玉選手も打撃ではかなり厳しい状況です。守備では少し課題もありますが、打撃でアピールできている選手を入れるとなるとやはり山村選手かなと思います。で、現状チームで最も打っているのが陽川選手。殿崎選手が実戦から離れていたのは若干気になりましたが復帰しました。で、助っ人がどうしても打たないとこのチームは得点力を上げることは難しいです。もちろん西川選手や鈴木選手、高木選手や山村選手、渡辺選手、さらにルーキー蛭間選手らにとってはチャンスとなるポジションもあるんですが、この若手のアピールが寂しいんですよね。高木選手は今年も出遅れ、そして渡辺選手も積極的に起用されましたが不振、蛭間選手も壁にぶつかった印象で、西川選手も当初好調でしたが再び怪我で離脱となってしまいました。ペイトンも頭部支給があったり、オープン戦で多く安打量産というわけにはいっていません。山川選手、源田選手の殿崎選手のポジション以外は固まっていないです。何より森選手のポジションで柘植選手、古賀選手が起用されますが、森選手クラス2022年不振だったとはいえ OPS の7割というのはチームの中で超えられた選手が山川選手くらいなんですよね。なのでその数字を超えるのはほとんど無理でしょう。なので他ポジションでカバーしていくことが必要になってきます。データ集計時点、オープン戦得点が28で12球団最低、かつ失点19も最小です。打撃で臨むのは難しいからこそ足でも先回す走魂というのが今年の西武のキャッチコピーですが、2022年は盗塁60でリーグワースト、成功率6割6分7厘でリーグ4位、犠打110でリーグ2位、成功率7割6分5厘でリーグワースト、小技足を使うことが難しいチームでしたが、松井監督体制の下どうなるか、まあ、ここを一気に改善するというのは現実的には難しいと思いますが、少し相手にプレッシャーを与えられるような攻撃ができたらなと思います。オープン戦で足を使う意識は感じますが、走塁死闘も目立っています。新戦力の助っ人2人が OPS7 割5分8割近辺稼いで、やっと他球団と戦えるくらいの状況です。今年も軸は投手でしょう。全体としてはこんなところ。西武、阪神ともに打撃に課題を抱えるチームで、助っ人野手が鍵になります。で、コアが固まっている、足が使えるという意味では阪神の方がかなり大きな武器ですが、二遊間の守備中心には西武の方が武器になるポイント。先発は両チームまとまってきていて、特に阪神はイニングを計算できる投手に加えて若手もステップアップが現実的に期待できる。一方西武は平選手と隅田選手次第というところもあり、平選手は現実的に期待も、隅田選手が1年目の悔しさを晴らす活躍ができるかどうかというのはまだまだ未知数な部分はあるかなと思います。救援もどちらも強力なチームなんですが、少し守護神で当初悩みそうなことも共通しています。同じ猫科のチーム、さすがに投手陣の支配力、奪三振力というのは阪神の方が上だと思いますし、湯浅選手が戻ってくれば心配のないポジションではあるので、阪神は一時的なものだとは思いますが、西武はまずここが当初のテーマになるかなと思います。ここで苦しむと打撃不振も相まってシーズンに響く可能性もあるかなと思います。共に新体制となる猫科のチーム、運命はいかに。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。